反面純組コード純チャンネル、お見に食わせるためには2というわけでございまして、大分やってまいりました。田植えの時期です。いよいよ来ましたね。今年も来ました。今年も来ましたなと思ったらやっぱ来るんですね時期って。いや来ますよ、それ来ました、はい、今5月の中旬でございますけど、はい、いろいろね、お米から甘酒作って炭酸水いってってやってますけども、はい、一番元になるやっぱお米が大事。大事ですね。そして、はい、今回はですね、はい、私だけではなくて、去年は泣きそうでしたけども強力な助っ人が来てくれました、はい、稲刈りを覚えてらっしゃいますかね皆様。こちらのお二人でございます、どうぞ。何ですか二人息が合ってますけど、ね、三つ友チャンネルでございます。よろしくお願いします。稲刈りの時お世話になりました。こちらこそありがとうございます。本当にこれマジなんだけど、旦那さんがうますぎて、旦那さんうまかったですね。稲刈り半端ないやんって。いや本当に乗り回してたんじゃないかっていうぐらいうまかって、でまたご相談したらぜひ田植えの方もっていうことで協力してくださいます。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。三つ友チャンネルさん、田植え初めてですか？はい、はい、初めて。機械も初めてってことは手植えも初めて。はい。腰は大丈夫ですか？大丈夫です。なんで旦那さんにする？大丈夫ですよね旦那さん。大丈夫です。結構でもしんどい。そうなんですか？だってこういう作業のずっと、うん、これが永遠と続くと思ってください。機械なしですか今年は？機械が入れるところと、はい、入れないスペースというベッドスペースがあります。田植えもするというと、今日はすごい壮大なお仕事です。ぜひお腹空かしてください。おにぎりも用意してます。楽しみ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三つ友チャンネルの方でも私ぜひ呼んでいただけるので、嬉しい。ありがとうございます。もうぜひぜひ、何でもいたしますんで。三つ友チャンネルのご要望がありましたら私もすぐ行きます。ありがとうございます。はい、でまた三つ友チャンネルさんの、YouTube の方、概要欄の方にですね、URL を貼っておきますので、ぜひそちらの方もご覧になってください。さあ、それでは早速でございますが、今日は何やら旦那さんが河本さんにすごいのを持ってきてるっていう噂を聞いてますので、はい、この YouTube の中で、はい、これを持ってきた人が誰なのかが分かるかもしれません。ちょっとご覧になってください。それでは参りましょう。お願いします。よろしくお願いします。気づいてくれました。気づいてくれてました。よかったです。
大事なんですね。あとマスクはない。ああ、そうです。いいですね、こんだけ人数並んで皆さん手植えできると。でも結局この工程なければあの全てないというね、はい、ことじゃないですか。まあ、はい、言うよりはすごいですよね、日本人の知恵。すごくないですか。すごいです。あ、最強助っ人三友チャンネルのお二人が来ましたね。ありました。あ、大丈夫よ三友ちゃん。 OK よ、入れるよ。つかまないといないのか。いやいや、嘘で。あら、ダメ、動けない。大丈夫よ、旦那さんがちゃんとしてるよ。ね、ダメ。あ、怖い怖い。いい加減にしろよ、ほんとに。二人でイチャイチャしてる場合じゃない、ね、いや、ほんとです。今日止まるんか、ここ。うわ、やば。今、やば。絶対こける。コツをじゃあ。危なくなってきたらコツを教えましょうか。実は長靴を入れるコツがありまして。あ、そうなんですか。そう、これを、はい、このままの状態でギューってやっちゃうと、はい、なかなか抜きにくいから、つま、はいはい、先に入れる。なるほど。もう今はぺったり入れちゃったからそうなるけど、だからかかとから出る。どっちかというとかかとから。いいよ、やれるところでいいです。あと埋めていくんです。いやー、しかし三友チャンネルもやってますよ。でも2人の共同作業、結婚式ってあげたの。あげました。初めてケーキは切ったんでしょう、ね、切りました。じゃあそれ以来、これそれ以来です。絶対違うでしょ。初めての共同作業、田植えなの。いやー、ほら、いい光景ですね。いける。誰に言ってるんですか。三つ友ちゃんも声聞こえる距離じゃないですよ、本当に。いや、本当に。あー、惜しいやろ。そう、受けなかった。あおー、ギリギリ。これだ、撮りました、証拠映像。証拠映像、なんで旦那も同じ形しようか。あ、ダメだ、トモちゃん。それはね、もう終わりの時だよ。いっそ行った方がいい。あ、長靴脱げてんじゃん。長靴のサイズが大きかったんですかね、やっぱり。そうそうそう。いやいや、わざと、わざとでしょ。いや、本当ですか。そんなことありますか。本当。あー、もう靴下も。なんでだ。もう、はい、相当足腰すんごいからね、マジで。もう 1,2 時間で結構。いや、これは相当しんどい。やっぱこの腰が、はい、まあ、現代人スマホばっか触ってますけど、やっぱ体動かさないとダメなんですね。やっぱスマホより田植えっすね。いや、なんですか、スマホより田植えって。いや、やっぱり、いや、もう iPhone Pro より田植えプロですね、やっぱり。いや、田植えの15が一番いいんですよ。田植えの15、うん、
iPhone の14 Pro Max より、はい、田植えの15 Pro Max の方が結構いいですよ。いいでしょ。いや、まあいいですけど、まあコメントくださいよ、今の発言で。とてもいいと思います。いただきました。最初の8個目ですね、今の。この方に何かプレゼントします。いや、それ最初にコメントくれた。お疲れ様でした。あ、お疲れでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、とんでもございません。師匠、今回我々が田植えした品種っていうのがミルキークイーン。ミルキークイーンということでございます。視聴者の方々も、はい、購入されてる方々も大変本当に好評で、ミルキークイーンいつでんのと、はい、ミルキークイーン本当に美味しい、はい、お米でございますが、全国にミルキークイーンという品種はありますよね。あります。師匠のこのミルキークイーンはどういった、まあ、違いというか、まあ、はい、対比堆肥を自分で作って、ここなんか朝霧の町って書いてましたけど、盆地ですから寒暖差が激しいっていうのは、師匠、お米にとってはいいんです。いいです。あ、いい。それがまあ条件の一つである、はい、このお水はもう全部山から湧き出した美味しい水ですよ。これが整ってるとミルキークイーンも、まあ、もちろんそうですし、他の品種も全部お米が美味しくなると。そうですね。で、師匠もいつも言いますけど、はい、ミルキークイーンは格別じゃって、何が違うんですか。もちもちしてる、はい、炊き上がった時のもうツヤはもうテカテカ。師匠、テカテカと。テカテカストロングぐらい飲んでます。あれ、なんで冷めても美味しいんでしょうか。おむすびにして冷めてもめちゃめちゃ美味しいんですけど、旨味成分がなんか外に逃げずに、そう、普通のお米と食べ比べてください、全然うまさ違うんですか、うん。めちゃくちゃ美味しいですね。確かに全然違います。いらないのよ、はいはい、もうお塩パッパッパッ食べた方がうまいからっていう品種の中でも、そういうテカテカツヤがあって甘みもあってもちもちしてて美味しい。いつも僕毎年20キロのドラゴンボールの亀仙人みたいな感じで、はい、背負って僕追肥ってやるんですよ、はい、無農薬だとこのの無農薬で、まあ、使ってませんよっていう表記はできるけども、その分草が周りから生えて本人痩せ細ったまま育つってことですね、要は。そういうことです。アンガールズになりたいのかっていうことですよ。まあそういうことです ね。アンガールズのお二人はおそらく無農薬で育ったと。まあ、アンガールズそれとも照英になりたいですかって。なるほど。いや、分かりやすいですね。だって人間だって何だってそうです。はい、うまいものそこにあったらそれはみんな取りに行くじゃないですか、はいはい、そうです。ザキヤマだと思ってください。ザキヤマですよ、うん、全部根こそぎ取るじゃないですか。いや、分かりやすいですね。芸人、芸能人に例えると、そのね、一本と生えてない、はい、あいつの周りに。はい、そういうことですね。でしょ、はい。で、農薬をまくと、はい、ザキヤマだけが育ったらそれはまずいな、それは、うん、しません。いや、してます。それは師匠がやっぱりすごいゆえんってことですよね。すごいし、はい、台風のリスクを負ってでも、はい、それでもなお作り続けてくれる師匠のミルキークイーン買うしかないでしょ。買うしかないです。うまいんだから。これは実際。ほら、コウさん今こけましたね。すいません。オリジナルで作ったんだって。俺納得したし、はい、俺これでめっちゃ自信ついた。俺ミルキークイーン、これでもバンバン売れる。めっちゃ自信ついたもん。まだまだ奥が深いんだぞっていうことで。いや、師匠、今日はありがとうございます。いや、もう田植えもやらせてもらいまして、まあ稲刈りももちろん行きますけど、追肥ももちろんですが、これからまた、はい、ね、大変な時期になってきますけども、お体気をつけて、師匠、はい、はい、視聴者の
ね、稲刈りもありますんで、はい、ぜひ皆様稲刈りにご参加したい方、ぜひまたねお待ちしております。お待ちしておりますので。というわけで師匠ありがとうございました。ありがとうございました。おめえらが見ねえわけがねえ。